カメラルシダの使い方、1830年頃の図カメラルシナは、かつて画家が素描やスケッチを描く際の補助に使った光学装置。1806年、ウィリアム・ハイド・ウォーラストンが発明し特許を取得した。もっとも、実際にはカメラルシナは、ヨハネス・ケップラーが著書、屈折光学で衝述した装置の再発明に他ならないと言えるが、19世紀までに、 ケプラーの記述は忘れられ、誰も、ウォラストンの発明に意義を唱えなかった。カメラルシダという名前はウォラストンが付けたものである。カメラルシダを覗くと、覗いた先にある物体の姿と、覗く人物の手元にある紙など描画する対象の表面の画像とが重ね合わされる。画家は、目の前に描きたい物体や光景と描くための紙とを同時に二重写しのように見ることができる。 これによって画家は目の前の光景から手元の紙へ遠近法のようとなる部分の点や物体の輪郭線を転写できるので遠近感の正しい投資画や本物そっくりの絵を描くことができる。カメラルシダという名は素描の補助器具としてより古くから使われてきたカメラオブスクラと対比させるために付けられたものであることは明らかである。両者の工学的仕組みの間に共通する部分はない。 まず、カメラルシダには、カメラオブスクラと違い、カメラと呼べる部分は存在しない。カメラルシダは、カメラオブスクラのように箱の中を暗くするような、特別な光の調整がいらず、明るいところで使えて持ち運びも、より簡単な描画補助器具である。また、カメラオブスクラと違い、カメラルシダは、映像を動写する機能はない。最も簡単なカメラルシダでは、 半透明の鏡が45度傾けられている。画家がその鏡を通して髪の表面を見下ろすと反射した正面の風景と真下の紙とが目の前で重ね合わさって見える。また弱いフレンズが組み合わされて風景がまるで髪と同じ距離にあるかのような像を作り出し、両方とも焦点があった状態で見ることができるようにする場合もある。 ウォラストンのカメラルシダ最初のウォラストンのカメラルシダでは、倒立した像の上下左右を正しい像に戻す、成立プリズムが使用されていた。使う人物のメインはプリズムを覗き込むが、瞳孔の半分は描画をする紙の表面 P を直接見て、残る半分はプリズム ABCD を通して2つの面で反射して、成立した風景の像を見る。 この二つの風景がメインによって重ね合わされる。レンズウェルと L は紙と風景の見かけの距離を同じに調整する役割を果たす。カメラルシダを使う際に白い紙を用いると白い紙の画像が映し出される風景の光を消し去ってしまうので風景を見ることが難しくなってしまう。そのため風景と紙を両方ともよく見るために黒い紙に白い鉛筆でスケッチすることもある。 19世紀初頭、カメラルシダは旅行者やガかラによって明るい場所でのスケッチなどに広く使われていた。写真技術の先駆者の一人であるイギリスの貴族、ウィリアム・ヘンリー・ホックス・タルボットは1833年にイタリアへ新婚旅行に行った際、カメラルシダを使って旅先の風景をスケッチした。しかしカメラルシダで一生懸命描いたスケッチの出来ががっかりする。 ものだったため、自然の風景を紙に刻みつけるための手段を求めて、写真を発明するに至ったと、彼は後に述べている。カメラルシダは、今日でも画材店などで手に入ることはあるが、知名度が高かったりよく使われていたりする道具ではない。しかし20世紀なばまでは、科学者はカメラルシダを使用して、微生物や細胞など微細なもののスケッチを描いていた。 かつて顕微鏡写真は複製するのが効果であり、また出版物に載せる論文などに微細な構造の鮮明な図像を使おうとする場合、顕微鏡写真よりもカメラルシダで描いたイラストの方が簡単に作図できてしかもわかりやすいという事情もあった。このため、教科書や論文で長年にわたり使われている組織学や微小解剖に関するイラストや図像は、 顕微鏡写真よりカメラルシダを使って描かれたものが多い。ありがとうございます。